こんにちは、大草直子です。今日はですね、渋谷にある株式会社ベイクルーズの本社にお伺いしています。アマークチャンネル初の試みではあるんですけれども、アパレルの会社で、もちろんおしゃれな方がいっぱいいらっしゃるので、道行く、会社に入る、会社から出ていく、ベイクルーズの、スタッフの方を捕まえて、その日のコーディネートだったりとか、突撃取材をしてみたいなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。早速、突撃取材を始めたいなと思うんですが、本当に皆さんおしゃれで、ね、本当にどういうことでしょうか。勉強になります。百発百中じゃないですか、佐藤さん、本当に昔の、ね、スナップ取材なんて本当に大変で一日本当に辻立ちして2人しかいないとかいう感じだったのに、今日は本当に変な話、荒涼だわね。断られる場合もあんのかな。あ、ドキドキするね。ちょっとそういうのとか言われたりもするのかな。なんかおしゃれな方がいらっしゃいましたので、ちょっと行ってみたいな。すみません、突然お話、はい、今よろしいですか、ね、ちょっとここ人が通るので、ちょっとこちらに、はい、すみません。怖がってる、大丈夫かな。今ですね、実は私が、今日は下手なんですね、はい、でお一人目なんですけれども、はい、お一人目から断られると結構メンタルが、はい、ちょっとこう折れてしまうので、はい、ぜひ受けていただきたいんですか。大丈夫ですか。いや、私は何かでいいんですか。行かないで。ぜひぜひよろしくお願いします。ファナルスタンダードレッサージュの岡田です。素敵ね。素敵です。今日はこれ今出社されたんですか。あ、お弁当帰りに。あ、お弁当帰り。取引先の帰りに。そうなんですね。はい、今日の着こなしのポイントを、はい、教えていただきたいんですけれども。はい、普通のものに、はい、ブローチとメガネ。はい。はい。感じです。まあ、本当そうですよね。はい、白シャツに、はい、タックの入った、はい、チノ素材なんですかこれ。チノです。チノですね。はい、チノ素材のタックパンツ、はい、だけれども、例えばブローチだったりとか、はい、ちょっとこうインパクトのあるメガネとか、はいはいはい、まあ、こういったバングルとか、はい、そういった小物で、はい、自分らしさを足されてるっていう感じなんですね。そうですね。暑いんでなんか重ねられないんで、小物で足すしかないかな。ね、ちょっとくるっと回っていただいてもよろしいでしょうか。素敵ね、可愛い。あ、でお靴もシルバーなんですね。そうですね、靴だけはちょっとヒールを履こうと思って、うんうんうん、はい、とバングルとかと合わせて、はいはい、シルバーにさ、はい、このブローチはどこで買ったんですか。これはレサージュで取り扱っているパールオクトパシーっていうブランドです。パフォーマンスブランド。かわいいね、なんかニットにつけたり、うん、あ、手作り。そうです、はい、へえ、素敵素敵。冬はなんかニットとかラペル、ジャケットのラペルにつけたりしてるんですけど、うん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 、夏はちょっとつけ場が分かんなくて、カフとかパスとかにつけてます。カフスにつけても可愛い。なるほど。で今日黒いレザーですか、はい、これ。これはエコレザー。エコレザー、ビガレザーをお持ちなんですけど、はい、なんかバッグの中身もちょっと見せていただきたくので、はい、まあ、全部ってわけにはいかないので、はいはい、さっき買ったお弁当。さっき買ったお弁当。父の弁当。私が持ちましょう。はい。このお弁当は結構取引先の帰りに、うん、買って。最近ヌードルをシティが始めたんで、おいしいんですよ。あとはもう最近財布も持たないのでバキケースで全部収まってるので、うん、これと、うん、あとまあ日焼け止めとか、うん、あ、それは化粧ポーチなの。化粧ポーチです。へえ、はい、何でもちょっと軽量化を、うんうん、バッグは大きいけれど、はい、バッグもすごく軽いんですね。もう、あ、そうなんだ、はいはい、へえ、いろいろ収納するものが小さいんですね。小さいですね。あと、うん、まあ書類とかも入ってくるので、うんうん、はい、わかりました。すいません、ランチ前のお忙しい時に、ありがとう、すいません、ありがとうございます。ちょっとほら、しばちゃんじゃない？あ、しばちゃん、ちょっとちょっと来て来てこっち。久しぶり、びっくり。ごめんね、急になんだけどさ、うちの YouTube の、はい、突撃今日のコーディネート見せてください取材をやってまして。はい、大丈夫？ユーパーエナプレスの芝です。芝加代子。芝加代子。はい、お願いします、はいはい。コーディネートのポイントを教えてください。はいはい、今日はちょっとまだ暑いので、うん、やっぱこういう新スルー素材を重ねてみました。
キャミオと、キャミオ、あ、2枚になってるの、これ別売りなんです。あ、じゃあシンスルー素材のプルオーバーと、はい、キャミソールを重ねている、はい、同じネイビーなので、うん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 、重ねると可愛いかな、可愛い、はい、ジャガードこれ、はい、かわいい、これ秋冬のものなんですけど、うん、ベルメイユのテーマがナイトトレインなので、うん、すっごい可愛い、それ買いたい、寝台列車のシートみたいな感じなんです。ちょっとチョコレート色のパープルみたいなのがすごい気に入ってます、うん、このチョコレート色のバッグと合わせてます、うんうんうん、シック素敵、もう秋を先取ってんだ、じゃあそうなんです、夏はこれからなのに、はい、なんかこうなんか持ち歩いているもの、はい、いつも持ち歩いているもの3つ教えてもらっていいですか、はい、これちょっともうなくなりかけてるんですうん、このパーマヘアの毛先につけるとすごくいいんですけど、ムースをつけて最後にこう揉み込むようにつけると束になる、うん、2つ目は、ね、うん、あとリップですかね、うん、かわいい、うん、色見せて、あ、ピンク、綺麗、今つけてる色、いえ、違います、なんだよなんでおかしいネイル、うん、ネイルを持ってるの、ちょっとこういう透明の綺麗、なんか洋服が割と華やかなので、うんうん、最近はちょっとこうシアーな感じ、うん、ありがとうございます。今日これ何、今からどうするんだっけ、取引先じゃない、はい、アポイントメント、はい、アポイントメントに、はい、おしゃれね、これでアポイントメントに、はい、ありがとうございます、ありがとうございますフレンチのブラウスの方、すいません、突然なんですが取材をさせていただいてもいいですか素敵なブラウスをお召しだなと思って声をかけてしまいました、はい、アマークチャンネルと YouTube チャンネルしてるんですけれども、はい、それで今ベイクルーズの社員の方に突撃取材させていただいていて、おしゃれな方をちょっと捕まえてるんです拝見してます、ありがとうございます、嬉しいです。スローブリエナで MVC とバイヤーをしております橋本です。早速ですが、今日のコーディネートのポイントを教えていただけますか。はい、今日はもうさっきも言ってくださったブラウスを主役にスタイリングを組みました、うん、あ、かわいいですよね、ブラウスが、うん、ちょっと気温が上がってきて、うん、最近割とダークトーンのお洋服をよく着てたんですけど、うん、やっとカラーとか柄がしたくなってきたので、うん、今日はいいお天気だったので、うん、かなりワイドなパンツで、はい、これはスローブの今期 SS で発売してるパンツなんですけど、はい、サンプル見た時からずっと欲しかったのでゲットしました、はい、ここから見た時もすごい太めのシルエットが可愛くてずるっと入ってます、うん、サンダルは、はい、クラウンのレバーのビーチサンダルでラフに合わせました、はい、うん、メイクのオレンジはブラウスに合わせてるんですか。そうですね、基本オレンジが好きなんですけど、はい、ちょっとよりいつもよりイエローっぽい意味で合わせました。バッグは、すごい好きなブランドでイネスブレさんのカゴバッグ、かなり容量が最近気に入って週4ぐらいで使ってます。欠かせないものとかいつも持ち歩いてるものを3つくらい教えていただけますか。今期から私バイヤーになったんですけど、名刺入れを、うん、買いました。ワエタの名刺入れなんですけど、脂肪側がなんか割と私雑でカバンの中とかぐちゃぐちゃなことが多いんですけど、うん、こう経年変化も楽しめるかなと思って、うん、シンプルにブラックのデザインを選びました、うん、あとはリップがすごい好きで、うん、オレンジのリップをちょっとした違いで何本も持ってるんですけど、あ、そうなんですね、最近のお気に入りはスックのリップ、今日もつけてるんです。なんか黄みがかったオレンジみたいな色がすごい可愛くって、うん、なんかグロスとかをつけなくてもかなりツヤ感が出るので、うん、持ち歩いております。黄みがあるので夏らしい、うんうん、爪が紫がまたしゃれているオレンジに紫っていいですね。カラーを最近気分でネイルもパープルにしてます。最後、最後なんだろう、最近気に入りなのはちょっとボロボロなんですけど、うん、ノンフィクションっていう韓国のブランドのハンドクリームを気に入って使ってます、最近
外とデスクワークとか、うん、お洋服ずっと触ってるとささくれてきちゃったりとか、うん、冷房で乾燥したりもするので、うん、こちらを香りもすごい香水つけなくてもいいぐらい。どういう香りですか？これはサンタルっていう香りなんです。あ、へー、なんて言ったらいいんでしょう。ちょっとウッドもありつつ、はい、若干なんていうんですかね、お花とか、うん、フルーティーな香りもどこか感じるようなすごい気に入ってます。から展示会に。あ、行ってらっしゃい。ありがとうございました。松戸ちゃん、すいません。怖がって。すいません。突然申し訳ございません。ちょっとこちらに何かお花ちゃんよろしいでしょうか。はい、あのおしゃれな方を捕まえて突撃取材するっていう趣旨なんですけども、はい、ちょっとお話を伺ってもよろしいですか。ぜひ。なんか素敵なサングラスかけられてましたけど、はい、こちらはオリバーピープルズと、はい、あのケイトってあのニューヨークの、あ、大好き。あ、本当ですか。うん、あ、ちょコラボレーションで今回出していて、あ、今僕が見てるあのアイシングっていうベイクルーズの、はい、あのアイウェアのセレクトショップでちょうど発売してて、あ、そうなんですね、はい、ベイクルーズでアイシングっていうアイウェアのセレクトショップのコンセプトをやっております。三島と申します。そんなんか見たこと、ケイト大好きです。あ、そうですか。うん、いいですよね。いい、あの本当にニューヨークらしいこうエッチなんだけど、はいはい、どこかこう女性らしさとか柔らかさとかがあって、ね、はい、あ、そうなんですね。そう、知らなかった。今日のコーディネートのポイントを紹介していただいてもよろしいでしょうか。ピンク、ね、本当だ、かぶってる。こうやったら上下ピンクになる。こういう風に重ねてらっしゃるんですね。なんか夏って結構どうしても軽装になって、はい、はいはいはい、ちょっとタックが入ったような感じのシャツだと、なんかシンプルだけどちょっと奥行きが出るかな、黒も着るとやっぱ重くなっちゃって、はい、ちょっと透け感があるやつで、うん、パンっていうちょっとレディースのブランドだけど、レショップっていうまたベイクルーズの、はい、で別注かけてるやつで、そうなんだ、素敵ですね。コートというかシャツというか、あ、そうなんですよ。ガウンというか、はい、これはなんかカスタマイズされてるんですか。これはそうですね、まあ、僕がやったわけじゃないんですけど、ですよ、ね、膝の部分だけがまたちょっと違うんですね。膝の部分だけが、うん、そうなんですよね。ちょっとサングラスもう一回かけていただいてもいいですか。それユニセックス、そうですね、はい、あ、いいですね、すごい素敵ね。あのゴールドがちょっと映えるというか、はい、シンプルなんですけど、はい、今年ちょっとこういうちょっと横長っぽい、わかる、なんか、うん、90年代後半ぐらいな感じのやつがいいなみたいなので、ちょっと今チラッと見えたこのバングルと、はいはい、このリングも、あのシルバーとゴールドを混ぜていらっしゃるんですね。そうですね、うん、そうそうそう、昔からこれ使ってるやつ、そうです、もう20年ぐらい。そして、はい、実はですね、もう一つお願いがあって、はいはいはい、いつもなんか持ち歩いていらっしゃるものをなんか3つ、3つ、はい、見せていただけたらなと思ったんですけど、あ、何しゃれてる、何これ、なんかどうしてもサングラス邪魔になっちゃうんで、いつもなくす、で、大体この辺りに引っ掛けてるみたいな。え、これどうなってるんですか、キーホルダーみたいな。これは、そうなんですよ、しゃれてる、なんて素敵な、そういう感じで。え、これはあのアイシングで売ってるんですか、はい、あ、売ってない、え、作ってください。あ、作ります。すごいよくない、さとちゃん。はい、一つはなんかまあ、なんか音楽聴きながらっていうのと、はい、なんかちょっと仕事用のパソコンとか、なんかしゃれてる、友達に持ちましょう、あのちょっとタギングしてもらって、何おしゃれだね。財布で、うん、そうですね、簡単な財布、かわいい、なるべくあの軽くしておきたいっていうのがあるんで、はい、カードケースをそうです、ね、お財布代わりに、もう財布代わりにしてる感じですね、うんうんうん、これもミュウミュウなんですね。あ、これミュウミュウですね。そう、だから僕意外にあれかもしれないですね、なんかこういう男っぽいものと、はい、なんかちょっとケイトでもそうだし、このパンでもニューミューでもちょっと女性のものを意外に取り入れちゃうかもしれない、ね、はい、本当です ね、 そうそうね、昔から、うん、あ、かわいい、すごいかわいいね。はい、ありがとうございます。すいません、こんなの会社の中で、あの許可取ってやってるんですけど、今日はですね、あのベイクルーズのおしゃれな方突撃取材をさせていただいていて、突然なんですが大丈夫ですか。はい、ありがとうございます。ルーゼムクラスのインフルエンサーで、インラインなんですけど、セジュリっていうネームで、お洋服を作らせてもらってます。岩渕です、よろしくお願いします。はい、ルーゼムクラスプレスの佐藤まりなです、よろしくお願いします。
今日の、この素敵な欲しいそのワンピース、着こなしのポイントを、はい、教えてください。はい、今日はセルリで自分で作ったリネンのワンピースなんですけど、本当に究極のシンプル、ちょっと深めのスリットでシアー感がある素材にしてるんですけど、大人が見せできる肌見せっていうところで、インナーが丈が短いチューブトップを着ていて、テロッとした素材のツヤ感のあるパンツをレイヤードしてます。かわいい、買います。ありがとうございます。買えるんですか？はい、7月に発売なので。7月に、はい。チョーカーの方すごい素敵ですね、はい、ありがとうございます。これはAP で買ったソフィー、ソフィーブハイ、はい、シルバーの割とシンプルの洋服に1個つけるだけで、存在感があるので気に入ってつけてます。すごい素敵。ダンベルもシルバーで合わせてらっしゃるのかな、はい、ちょっとなんかシルバーに見えるんですけど、ゴールドなんですけど、そのシルバーっぽく見えるところがゴールドとシルバーミックスが今結構主流なので、その色がすごい可愛いなと思って。石も結構使われてるんですね。そうなんです、石のストーンのこのリングがすごい好きで、ドゥゼムクラスで発売していたガブリアラのダイヤとか、これもドゥゼムクラスで別注で作っているラーアイナのダイヤのリングとかをちょっとミックスしてつけてます。なんか繊細なものと少しこうなんて言うでしょう、存在感のあるものを、なんとなくこうミックスするのが理由なんですね、はい、そうなんです、はい、これが青山店限定でお取り扱いなんですが、ケイトのブランドがすごい可愛くて、ラフィアなんですけどちょっとモダンになれるバッグなのでお気に入りで。ケイトってケイト？そうです。で下でこう持ってもいいですし、肩掛けでちょっと収まり具合もいいので、結構本当にいろいろ物が入るので、ガンガンたくさん物を入れて使ってます。あれもカミナンドっていうブランドで、ちょっとこのソールがボリュームがあって、モダンになるのですっごい軽くて履きやすくて、もうこればっかり履いてるんですけど、なんかいつも持ち歩いてるものとか、はい、とこう自分らしいもの3つ見せていただいてもいいですか？お財布、かわいい。これは今年お財布を買い替えたらいいっていう時だったと思うんですけど、新調してボッテガのこの今年トレンドのイエローカラーに、だいぶ前に買ってないこのイエローをつけて。レモン、それそうです、お金貯まりそうですね。はい、全然貯まらないです。あとはなんかサングラス、もうこの日差しがあれなので、これを結構入れ物なんですけど、私結構雑なんですけど、これに入れると結構テンションも上がって、なんかそこにポッと置いてあるだけでも可愛くって、ここに本当はいつもサングラスが入ってるんですけど、マリクスそうなんです。私持ってます、持って、はい、何色ですか？私グレー。ね、なんか色がすごい可愛くって、結構パステルが多いんですね、今まで2つ目。そうなんです。なんか結構シンプルなお洋服で色物はあんまり着ないので、結構こういうグッズとかで割と派手な色をもしかしたら選んでるかもしれないですね。なるほど、もう一つ楽しみですね、はい、もう一つはどうしましょう、どっちにしようか迷ってるんですけど、じゃあ4つでもいいですよこのアクセケース、また綺麗な色、はい、これなんか撮影が結構多いのでこの中にいろんな種類のアクセサリーを入れたりとかして付け替えができるようにしてるんですけど、これもなんかやっぱりこの色がすごい可愛くってすぐ見つけられるので、旅行にもそのままポンっていけるので好きです。はい、あとは、そうです、そうです、あとはこの可愛いんだけどリップすぐ見つけられるので、ここつけてるだけなんですけど、これもなんか個人的に毎日音もするんですけど、かわいい、おすすめ、かわいい。なんか今日の黒の着こなしに出てくるものが意外と、はい、キュート、スイート、チャーミングっていう感じですね、はい、そうなんです。ちょっとこうグッズで遊ぶのは結構好きなので、素敵です。ありがとうございます。着こなしのポイントを教えてください、はい、モードな雰囲気のサロペット、ストライプのサロペットにを主役にちょっとこうキーカラーになるブルーを夏らしく色物を合わせてみました。で、小物は少しモードな雰囲気でジルサンダーのシューズと、あとケイトのミニボストンがちょっと秋まで使えるなと思ってゲットしました。かわいい、はい、ケイトのバッグってかわいいんだね。かわいい、この小さいサイズのミニボストンがすごくキュンとして、白と2色あるんですが迷って黒にしました。はい、で T シャツはちょっとフレンチスリーブというか、はい、少しラフな感じで、はい、
あのキャラックスっていうブランドでドゥゼムクラスだけで別注してお作りしたものなんですけど、ちょっとフレンチスリーブなのでシャーペットの下に合わせても半袖と違ってちょっと子供っぽくなりすぎる、スッキリ着ていただけます。そのサービス、はい、後ろはどうなってるんですか。あ、かわいい、はい、あの身長高い方だとあのスカートとしても着れます。あ、はい、私はここまで上げてるんですけど、うんうんうん、本当はここまでウエストで履いてスカートとしても両方着れます。え、めちゃめちゃ可愛いね、はい、いろいろ使えるなと思って迷ってたんですけど、うん、これは買いだと思って買いました、うんうんうん、あのゴールド派なんですか。ゴールド派です。もう全部ゴールド派です、ね、イヤカフもそうだもんね、はい、でもチョーカーも基本アクセサリーはゴールドの方がなんとなくこうしっくりくるので全部ゴールドで合わせてます、はい、いいね、リッチで素敵です、うん、そのバッグは結構入るんですか、ものが。意外とポチがあるので小さいんですが結構しっかり入ります、うんうん、はい、なんか実はバッグの中身も、はい、あの見せていただいていて、はい、3つ、3つ、はい、見せていただいてもいいですか。はい、結構詰め込んでるんですけど。あ、結構入ってるんだね。どうしようかなって、ケースもかわいい。これケースは手持ちのグッチのやつなんですけど、うんうん、こっちボッテガのサングラスで今年買ったやつです。え、はい、これもやっぱりここがゴールドなんだね。そうなんです。え、ちょっとかけてみてもらってもいいですか。かけると、あー素敵ー。ちょっとこうサイドのキラリがプレートがポイントになってきて、あ、すっごいかわいい。ありがとうございます。で、2つ目は私すごいリップが好きで、うんうん、いつもジャラジャラ。え、そんな何本持ってんの。なんか撮影用に、うん、あのいつも持ち歩いてます。結構撮影することが多い。撮影の洋服とかの雰囲気に合わせて変えてます、うん、はい、なるほど。逆にファンデーションとか入ってないんですね。入ってないです。気に入ってるのはこれで、うんうん、韓国のブランド、まだ日本に入ってきてないと思うんですけど、旅行に行った時に買った香水のブランドで、あんまりローズの香りつけないんですけど甘すぎなくて、うんうん、すごく気に入ってるので。なんか小ぶりでいいですね。はい、この大きさだと持ちやすくてパッケージもちょっとこうデザインが可愛くて、確かに気に入ってます。なんかつけ直すっていうか、その朝つけてまた夜出かける時とかにつけるんですか。あ、そうですね、うんうんうん、はい、スイッチアイテムですね、じゃあね。はい、スイッチアイテムです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。お忙しいところありがとうございました。ありがとうございます。すごい面白かったです。同じブランドで、まあ、あのもちろんお立場というかお仕事の内容は違うと思うんですけど、やっぱりちょっとブランドのカラーがきちんとあって、すごい素敵でした。ありがとうございます。ありがとうございます。お仕事ですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。変な話、通る人通る人みんなおしゃれなんですよ。いや本当です ね、 ね、楽しいね、この企画ね。すごい楽しいです。でも参考になるよね、いろいろ、ね、参考になります。あ、マネーじゃないですか。あ、久しぶりです。何してんの。インスタで見てるから久しぶりだから。本当今日はね、ちょっとこっちマネーください、はい、こちらに御社のおしゃれな方を突撃スナップさせていただいてまして。ありがとうございます。あの今もうね、はい、お会いしたのでハマネーに、はい、いろいろね、今日はおしゃれなことがお伺いしたいんですけど、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノーブルというブランドと、あとカルメールというブランドの2つのブランドの PR を担当してます、浜川と申します。よろしくお願いいたします。今日の着こなしの、はい、ポイントというかコーディネートの、はい、なんかトップスを教えていただけたらなと思うんですけど、はい、今日は、トップスは、リネンです。かわいい。リネンリネンでサラサラとしてこうちょっとドライな感じなので、うん、長袖ですけど暑くても全然苦にならないやつと、うん、あとは、これ 2way になっていて、うん、こうあのサスペンダーで吊るすこともできますし、こう曲げてね、ピンベルで腰で履くっていうこともできる。これはあえてこういうデザインじゃなくて、そうそう、もともとあげるところなんですよ。ちょっとでも浜根にも大きいんだよね。そしてそ、でもね、こ、大きいのはこう吊るしてるようにしてるから。あ、そっか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 。で、こうインベル曲げてるときは少し腰ばきで男っぽく着れるような。あれです。だって今こういうデザインあるじゃないですか。そうそう、こういうデザインありますよね、うんうんうん、これはね、もともとね、こう着ると、あ、おしおしおし、あ、ほんとだ、なるほど。で、それを下ろしてそうやって着るとちょっと男の子も、ほんとだ、めっちゃ可愛い。で、中はこういったあの透けるから少し短めの、そうそう、あのバンドゥとか、うん、タンクトップとか自分の好きなものを合わせれば、
裸じゃなければね、うん、今裸でもいいタイプでもなんかこの、はい、なんていうんだろう、このほのかに見える素肌感がやっぱり大人の肌見せだなと思う。そうですね、すごい素敵。あんまりもうさすがに肩丸出しとか、うんうん、あんまりお腹出すとかはできないけど、うんうん、一枚上にかぶせてると、うん、女性でも大人でもチャレンジしやすいんじゃないかと思います。うん、かわいい、はい、でアクセサリーは、はい、もう例えばこういったちょっと男の子っぽい時計とか、ね、これはもう90年代に流行ったこう、うん、カシオのやつとか、あとここら辺はインディアンジュエリーとか、うん、この辺はもうあのカレッジリング、何でももうあるものをつけちゃってます。うん、このなんていうの、少しプリミティブなネックレスもすごい素敵だ。これもあのインディアリージュエリー、インディアンジュエリーで本当一連なんだけど、うん、もうぐるんぐるに巻いて今チョーカーみたいに使ってます。かわいいね。本当は一連なんです。でバッグはこれは、はい、これは、うん、N ジャムというこれはノーブルの方から発売してる、うん、カマネーがやってるやつでしょ。そうなんですよ、うん、私が作ってるやつで、うん、結構ロングセラーで売れてるやつで、うん、かわいい。すぐ売り切れちゃうんでしょ。そう、すぐ売り切れちゃうんです。いいですね、絶賛発売中です。ちょっとこっちとこっちで、はい、そうなんです、うん、気分によってとか、うん、まあ、これ作るときなんかどっちにしようかなって考えてて、うん、どっちも言っちゃえば、なるほど、そんなのがあってもいいんじゃないって思うんですよ、うん、はい、かわいい。でサンダルは少し、はい、あのヌーディーな、そうですね、大人のサンダルを合わされてる感じですね、はい、ありがとうございます、はい、そのまま実はバッグの中身も、はい、あの見せていただいていて、なんか3つの、はい、ハマネっぽい、もしくはいつも持ってるでもいいんだけど、はい、うん、3つ見せていただけると、例えばこれイゾップのデオドラ、まあ、顔とかにもつけられるようなやつのロールになってるんです中が。あ、じゃあ脇にも使えるし、それがこれはジャバジャバは使えないから本当脇に、やっぱ汗ベトベトするし気持ち悪くなるし、うんうん、臭くなるじゃないですか。だから夏場は大体入ってますね、これが。見たことない、売ってます。おすすめです。はい、あとはそうだ、うん、この時期はあれかな、あとこういう、これはセザーヌなんですけれど、うん、結構最近どこでも出てるあのアホ毛対策、うん、なんか結ぶ時とかも良さそう。そうそう、だからこういう遅れ毛とか、うん、どこでも使えるっていう、あのなので塗ると少しあのちょっと固まるみたいな。私ハマネーの化粧品の情報めっちゃ好き。本当ですか。うん、インスタとかでもおーみたいな、ここら辺、なるほど、ね、はい。あとは化粧品じゃないんですけど、うん、私すごい暑がりなんで、うん、扇子、うん、あ、涼やか、だいたいカバンの中に入ってます。素敵、はい、これはね、ケイタさんのやつで、ね、沖縄に帰る機内で買いました。機内限定バージョンみたいな、こんな感じですかね、うん、はい、ありがとうございます。とんでもないです。暑い中ご苦労様、ありがとうございます。じゃあね、ナボタン、またね。ありがとうございます。さすがですよ。ミューズのようなあの存在で、本当に情報が豊富で、化粧品のことも詳しいし、あと私インスタですごい毎回見てるとお料理が超上手なの。だからっていうことはすごくこう情報収集能力があって、あとオーガナイズする力、コーディネートする力っていうのがすごくおありになるんだろうなと思って、いつも私はインスタもあのチェックさせていただいてるんですが、はい、皆さん、7人はい、面白かったね。面白かったです。なんか様々な方のそのティップスと、うん、あとはコーディネートのポイント、あのそういったものがあのきちんと伺えて、なんかすごく良かったんじゃないかと手前味噌ながら思っております。はい、皆さんからのいいねが多かったら、そしてコメントをたくさんいただいたら続いてきますので、次々ね他の会社に突撃したいなと思いますので、ぜひいいねボタンの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録もぜひ。今日はありがとうございました。